桐生市民体育館、今日の60分3本勝負がメインイベントであります。登場してまいりますのはデビル雅美、山崎樹、そしてダンプ松本、バスクロユーであります。塩野さん、場内に異様な緊張感が高まってまいりました。ヒロミさん、デビルを見るのが楽しみですよ。どうでしょう、はい、もうすでにヒロミさんの、ね、顔面が好調しております。しかし異様な感じで今登場はこれはですね、ダンプ松本、マスクドユーであります。悪の限りを尽くしております。極道に決しております。今ゆっくりと場内を睨むようにいたしまして、リングサイドを回っております。異様な雰囲気だ、異様な雰囲気だ。なんということをするのか、これじゃあなんということをするんでしょうか。ねえ、ちょっと宮本さん、けしからんですね、これじゃあね、お客様に対しても。いやー、あの鎖でねやるんで、もう大変です。気をつけてくださいよ。大変なご挨拶でございました。あれご挨拶なんですか。ダンプ松本とね、マスクドユーは今はもう本当に過激にエスカレートしております。過激になりましたね。こういう状態にね、ヒロミさんなってるんですよ、デビル軍団は。はい、もともとこの2人はね、デビル雅美の子分だったわけでしょ。そうですよね、これが完全に軍団を離れました。いや、僕は松本はもっと愛嬌あると思ったんですけどね。いや、愛嬌がありませんですね。どうなってたんですか。もう一つのマスクをかけても、はい、誰ですか。なんかマネージャーみたいな感じですね。あれ、ねえ、いやー、ダンプ松本、マスクという、これにもう一人覆面レスラーが上がっております。そして今、デビル雅美、山崎樹登場であります。さあ、早くも異様な雰囲気だ。いやー、もうね、桐生市民体育館、お客様びっくりした表情で見つめております。どうなるんでしょうか。しかも今日のレフリーはですね、阿部志郎と来てる。そうですね、ちょっと、はい、今、ま、た山崎引き上がりました。一波乱二波乱ありそうですね。そして紫の木刀に紫のガン、デビルカラーで今、デビル雅美殺走のリング上。さあ、選手の紹介です。三本勝負行います。アガゴナ全日本チャンピオン140パンド山崎一樹。何はともあれ、今選手の紹介が行われております。まず山崎一樹紹介されました。150パンドデビル先日の試合でデビル軍団の解散を告げております。いやー、しかしデビルに対してこんなにテープが飛ぶんですよ、今や。すごいですね、ヒロミさん。はい、ね、変わりましたでしょう、雰囲気が。本当ですね。まあ、あのデビル雅美が悪の限りを尽くしているころから、この人には何か見どころがあるとね、熱狂的なファンでした。はい、あれ鈴木ヒロミさん、あーっと、しかしもう今はこれですからね。いやーっと、デビルを捕まえた、デビルを捕まえた、あっと、いやいや、ダンプ、そしてマスクドユー、徹底的なストンピング攻撃であります。まだ試合が始まっておりませんが、今、あっと、ゴングの要請、ゴングが鳴ってます、ゴングが鳴ってます。試合が始まったんでしょうか。ハリガの面をつけたまんま今ねやられました。そして今度は鎖攻撃であります、鎖攻撃であります。今ようやくガンを脱ぎ捨てました。しかしこの辺りのマスクドユーとダンプ松本、実に気が入ってますね。そうですね、はい、それで、ちょっと気にかかるのは、覆面をしたマネージャーですね。マネージャーというか、セコンドがいますね、一人ね。これは私もね、全く今まで知りませんでした。レポーターの小早川さん、はい、マスクドユーとダンプ松本にね、一人覆面がついてますでしょ。そうなんですね。これ知ってますか。いやいや、本部席通りましたけれども ね、わからないんですね。ね、今調べてみます。何者でしょうかね。当然とした中、今試合が開始されました。60分3本勝負、しかし今日は目が離せません。まずダンプ松本へ行きました。デビル雅美、何か完全にね、苦戦を制せられました。いつものデビル雅美らしい迫力がまだありません。そして山崎樹、これまたすっ飛んでおります。思わず腰に手を当てがいました。
塩野さん、はいはい、小早川ですがね、はい、白いブレザーの正体ですがね、はい、メキシコからやってきましてね、最初はこのダンプ松本と、マスクド・ユーの、はい、マネージャー志願をしたらしいんですね。なるほど。それでつい最近、はい、マネージャーに採用されたと。あ、今映ってますね、はいはい、いや先日このデビル正美選手は実はダンプ松本と組んでクラシカルと対戦したわけでありますが、あまりにですねダンプ松本とそれからまあ試合には出ておりませんでしたが、すぐに控え室からやってまいりましたマスクド・ユーがもう極悪非道といいますか、反則に次ぐ反則でとうとう怒ってですね、相手よりもそのダンプ松本とマスクド・ユーに腹を立てました。そしてついにデビル軍団を解散したわけであります。まあ、このあたりね、思っても見ないあの展開になってたんですよね。そうですね、まあ、デビル軍団が解散するっていうね、全シリーズ衝撃的なあの幕を閉じたんですけどね、まあ松本優にしてもね、やっぱりこう実力をつけてきましてね、はい、それでまあ一方そのドンであるデビルがやはりあのだいぶあらあすごい強攻撃始まってますよ ね、はい、なんだまだ戻る強攻撃あります。いや今日はこれちょっとね試合になりません。とにかくあの覆面のセコンドが入ってましてね、これがもうもちろんあのリングの上には登場しないんですけども、あそこでやってれば同じようなことですね。そうですね、もうあの3人相手にしてるみたいなものですからね。果たして許されていいんでしょうか。許されません。さあデビル様、もう相手のナスがままであります。あれあれ相変わらずダンプ松本強烈なラリアートが飛んでおります。山崎いつきではちょっとね相手になりません。さあデビル様どうするか、また強攻撃、あれ何ですか、首ですか、何かね、いろんなあの小さなね、ものを持ってるんですよね。とにかく、あーっとスパナを使い、それからあのチェーンを使いね、栓抜きを使いという、あるとあらゆるものを狂気にしてしまいます。しかし、惜しく一般の人気もないですね。ないですね。夜にいろいろお世話になって、はい、みんな見て回って、作ってほしいですね。山崎がいった、これでいいですね、はい、さあ下に攻撃があります。これは効いている。そうして山崎がいった、さすがにデビルはよく若い山崎一輝を助けております。そして山崎が今2段ロープからキック、強烈なキックが入りました。フライングのキック入ってカウントが入る。阿部志郎のカウントは1でした。さあ重い、持ち上がりません。マスクド・ユーの体、山崎一輝持ち上がりません。逆に持ち上げられました。コーナーに持ってこられました。ダンプが入るか。2人合わせて200キロですからね。そうですね、体重だけでも強気があります。アートキック、キックが飛んだ。後ろから後頭部であります。後頭部にパンチ攻撃、顔面がすりっしょりのダンプ松本。塩野さん、はい、山崎樹選手はですね、3日前の試合で腰を痛めてます。ああ、やはりね、盛んに先ほどから腰を押さえてますもんね。あまり良くないようです。バナを持ち出しました。さあ阿部志郎が今強攻撃を厳しく注意しております。ああ、デビルの正美が出た。デビルの正美が出ました。高齢団強攻撃、お客さんが許しません。キルの市民会館騒然としております。バナ攻撃、もう本当にこうなりますと、あの本当に無差別なね、無差別攻撃ですからね、無差別ですね。ちょっとあのレフリーもですね、考えてほしいですね。攻撃がエスカレート。さあデビルマスミがこのスパナを取り上げるか。しかしここでまたマスクドユー出てまいりました。ダンプ松本がデビルマスミ選手を捕まえている。そしてマスクドユーが今二段ロープからーっとこれが絡みであります。デビルマスミうまくかわしております。さあ今度は山崎がいた、相打ちになった。相打ちであります。今度はあっとバケツが出てまいりました。バーッと、これは見事な相打ち、お客様大喜び。デビルがトップロープに上がっている。さあどうするか、コーナーが行きました。よっしゃ、もっと早く持ってけ。そしてもう一回か、さあ抱え上げて山崎が行くか、この後ろに行くか。そして山崎が、さあ2人攻撃であります。高いところから落ちるぞ。
高いところから山崎が行くか、さあっとキックだ、これが綺麗に決まりました。リングの中央です。カウントが入る、カウントが入る、カットに入った、見事なフォローがありました。まず13秒でした。体固め、体固め1本を取りました。それにいたしましても本当に今日はもうね、一寸突きが闇という感じであります。何が起こるか分かりません。お客様も興奮しきっております。とにかく内部分裂、内部構想はですね、私たちが思っていない方向に進んでいるんで ね、 そうですね、もうとにかくアデントするしかありません。さあ2本目が始まります。まず1本を取りましたのはデビル雅美、山崎月組、これから2本目が開始されます。塩野さん、はい、チーフレフリーがですね、阿部志郎レフリーに注意を与えに行ったのも分かりますね。あ、なるほど。コミッショナーも先日のことがあるだけにですね、はい、おかんぶりですね。そうでしょう、ね、これだけやりたいことをやられたんじゃね、完全に放置体であります。いつもエスカレートしきっております。相打ち、お客様を喜び、さっと放送席の前であります。さあデビルマサミが追っていった、デビルマサミが追っていった、松戸優がタッチくられております。松戸優がタッチくられております。あーっと、もう一発いった、ご覧ください、大きな松戸優の体が今椅子の中に投げ込まれました。向こう側では山崎のバックの声がやっております。ここにはアイロスアスが行っている、クラシケルが行っている。旧市民体育館、大荒れ、大荒れの試合になりました。さあ今山崎月が入った、ダンプが入った、ダンプが何か手に巻いている。さあどうか、右手に何か鎖用のものを巻いております。何ですかあれは。あれは何でしょうね、もうね、ああなりますともう狂気ですからね、はい、完全に狂気であります、はい、あれはあのレフリー注意しないとダメですね、これはやはり狂気でしょう、ね、はい、カウントが入りました、カウントを入りました。デビル雅美の怒りの表情をご覧いただけたと思います。一本は取りました。しかしまだこの先体験であります。さあダンプ松本、山崎一樹を捕まえている。あっと2人を持ち出した、松本優は2人を持ち出しました。2人で背中を一発、2人が入っている、リング内に2人が入っております。2人攻撃、デビル雅美必死の、あっと攻撃、とう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 リング内に物が投げ込まれております。騒然としている桐生市民体育館、とうとうレフリーがあった。ひろみさんこれいいんですか、ね、そういうのを持って、どうしようもないですね、ダメなんでしょ、こんなのはダメなんですよ、ひろしさん、ダメなんでしょ、はい、まあ、カウント5で一応手は離してるんですけどもね、このままでは試合が続行できません。レフリーはあの鎖やっぱり取り上げないとダメですよね、はい、とにかくああいった狂気がですね、何種類あるか分かりませんもん、そうですね、今、おまけに正体不明のマネージャーまで聞いてますからね。そうなんですよ、いやあのマネージャーがね、狂気の提供してるわけですよ、そうなんです、次々にね、狂気を提供してるんですよね、ですから2対3ですよね、マネージャーですよ、はい、2対3ですよこれね、え、死の証人という感じがしますよね、あ、本当、はい、せっかくの言葉さ、本当になんだあいつ、ありがとうスープで来ていっております、マスクドユ、そしてしかしデビルがそういう風にやられるようになっちゃったっすね、考えられませんでしょ、考えられませんね、投げてきますよね、本当に、さあっとまた腕が負けております、これも完全にねボールですよ、強攻撃、カウントが入った、これでカウントを取っていいのか、カウント3、強攻撃のカウントが入りました。これなんか本来強攻撃をね、満足に取るべきであります。腕に2人を巻きつけてね、今のはやはり反則なんですからね、ボールを取るっていうのはやっぱり日本一されるレフリングですよね、あそこでスリーカウント取っちゃいけませんよね、あーっとレフリーが怒った、レフリーに怒りの鉄拳であります。阿部志郎、お客様が喜んでおります。まあ今の成り行きを見ている限りでは当然の反応です。気持ち上がりますけど、ええ、気持ち上がりますけど、デビル
ビールね、ヘラシェガ、そうなんです、そうなんです、ヘラシェガ、レフェリーを変えろ、レフェリーを変えろというコールが今桐生市民体育館に巻き起こっております。レフェリー変えろ、レフェリー変えろ。いやしかしここまでね見せつけられたんじゃ全日本女子プロレス完全に調整が取れなくなっております。デビル軍団の分裂だけではありません。ご覧ください、今コミッショナーとジミー加山が何事か協議しております。いや山崎選手があれですね、ちょっと腰に痛めてるのがちょっと無駄みたいですね、はい、あっともう聞きませんですね、はい、何か控え室に戻されるようであります。塩野さん、はい、コミッショナーそばに帰ってきてくれましたのでね、ちょっと、あ、今出ましたね、はいはいはい、これからはデビル正美選手で一人で戦います。デビル正美が一人で戦うということなんですけども、さあ今木刀を握っております。紫の木刀を握って山崎樹選手が控え室に帰りました。ちょっと試合ができなくなりました。ちょっとここで異常な試合になりましたね、はい、塩野さん、はい、本部席ないんですかね、塩野さん、はいはい、本部席の前ではですね、今度は松戸優がですね、はい、上田コミッショナーに大変なクレームをつけていますね。あーそうですか、本場を持ったあーっと、ついにデビル正美金星の木刀を出しました。あーそして今あーマネージャーをリングラインに入れたデビル正美、ついに木刀を出しました。このところ木刀は決して手にいたしませんでした。デビル正美、ついに木刀を持っての強力攻撃であります。あー完全にデビルが怒った。そしてクラッシュギャルズも入ってまいりましたね。えもうこれは本来の60分3本勝負のタッグマッチではなくなりました。しかし乱れた全日本女子プロレスの統制を取り戻そうというデビル正美、鉄拳制裁であります、木刀制裁。あっとダンプ松本がまた何かね、切れましたね、コードが入っている、機材が入っている、鉄の箱を持ち出しました。あっと危ない、もうこうなったら止めなくちゃいけません。これはもうこのまま行ったんじゃダメですよね、はい、これは危ない。レフェリーはなすすべがありません。そしてあっとっとっと、レフェリーまさに、レフェリーまさに木刀攻撃。そして一方のダンプ松本は2人攻撃であります。試合になりません、これでは試合になりません。呆然として見つめております、鈴木博美さんと広志由美さん、ひどい試合です。せっかく、はい、せっかくデビルがですね、ねあの 3WA 目指してですね、クリーンファイトをするのに、そう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 、もうなんか寝てる子も面白かったですね、ねもう本当に、あーっと2人揃っての強力攻撃、これではデビルがたまりません。スパナを持ち、あるいは鎖を持ちました。そしてマネージャーがですね、なんとデビル正美の木刀を持っております。そして呆然として桐生市民体育館、全くの無謀を伝えとかしました。しかもですね、デビル正美を今鉄柱に、ね、そうですね、あの鎖で繋がってますでしょう、はい、いやっぱすいません、あのマネージャーやっぱりあれね、はい、あれ何もしない、あれダメじゃない、ほらねえ、はい、あ15になった。さあレベルが上がれるか、マネージャーがいけない、あのまま上がれなかったな、これは完全に完全に、あこれでカウントを入れたんじゃ、これはひどいですね。あれで今安倍晋三レフリーはねカウントを入れました。上がれるわけがないじゃないですか、あれじゃ上がれません。あれが通るんでしょうか、宮本さん、あれは通りますか。これはもうあのちょっとレフリー問題です ね、 ねあれ2本目といい3本目といいね、しかもですね今、はい、ダンプ松本と一緒に引き上げていこうとしてますけども、あれで通るか。出場停止がね解けたばかりの安倍晋三レフリーでありますが、しかし今の判定はちょっとね完全に北にね鉄柱で、縛られておりました。今のはちょっと無理だと思う、はい、今の上田晋司コミッショナーにも懸命の抗議をしておりますデビル正美。しかし前のいい試合になりますね。ただいまの試合は
無効試合として認定いたします。無効試合として今コミッショナーから認定されました。持っていき場がないんでしょう、宮本さん。ね、いや本当に、ね、はい、怒りはどこへ持っていくかわからない。気持ちの持っていきようがありません。そうです。また、また、これがね、今日のあの元凶なんですよ。張本人、マネージャー、この人が出てきたために試合が面白くなくなりました。さあ、向こう側に飛び込んで、怒った。今度はこちら側で喧嘩をしております。また金が打ち直さーっと怒った。レフェリーが怒っている。阿部シローレフェリーに対しまして一攻撃、そして今度はなんとしても収まりません。しかしとりあえずですね、マスクで言うとダンプ松本の暴走を抑えない限りですね、これちょっとあのこれから試合にならないんじゃないですか。そうですね、まあ、あの松本優にしてみたらですね、まあ、あのだいぶイメージの変わっていった、はい、まあ、ストロングスタイルを目指すというデビルに対してですね、はい、まあ、悪を忘れたドンなんかいらないという感じで、まあ、自分たちが独立の道を目指したと思うんですけどね、はいはい、もうこれでもうこれだけの遺恨が残ってしまいますとね、もう次の試合が本当にちょっと恐ろしい感じですね。ですね。いや鈴木さん、ね、この現状がですね、今のデビル軍団解散後のね、全日本女子プロレスなんですよね。びっくりしました、はっきり言って、ね、ここまでこう激しいっていうか、ね、試合になってないっていうか、むちゃくちゃですよね。放送席だってね、こんなにされたんじゃもう今後本当に放送ができないという感じですね。清澄さん、はい、初めての、ね、全日本女子プロレスの観戦だったんですけども、眠れないですよ今日。いや今日はちょっと良かったですね、申し訳ありませんでした。